T スタイル26テニスレッスン始めます。僕たちは福岡県でテニスコーチをしています。テニスのレッスンやイベント、ショップ、サークルの運営をしております。この動画は、コーチと生徒さんがレッスンで共有できる上達システムの一部をご紹介しています。はい、では今回ですね、5つの基礎を紹介していきます。5つの基礎の1つ目がパワーポジション、2つ目がユニットターン、3つ目がロッキングポジション、4つ目がコンタクト、5つ目がフォロースルー。この5つを中心に、解説していきたいと思います。まずパワーポジションですね。最初の構え、バツ十、体を、膝関節からしっかりこう力を抜いてもらって、スプリットステップをしていきます。で、肩幅より広く、足は、ラケットですね、ラケット1本分広く開いてもらって、ラケットを立てて構えていきます。これがパワーポジション。2つ目、ユニットターン、まずはショルダーターン、体のターンね。で、バックスイングで、その時にオープンスタンスですね、軸足の方から足を入って、で、グリップチェンジをしていきます。3つ目、ロッキングポジション、グリップエンドを打ちたい高さに、向けていって、ラケットヘッドを加速していきます。で、ロッキングポジションまでは、30% 以下のスピードで、スイングをしていきます。コンタクトポイントは、打点ですね、体の前で、ボールを打っていきます。5つ目、フォロースルー。フォロースルーは、ラケットヘッドを順次加速させて、足はアクション、リアクション、軸足から、前に出していって、フォロースルーをしていきます。で、最後、フォロースルーの後はパワーポジションにつながっていきます。この5つの基礎を必ずストローク打つときに必ず行っていきます。はい、以上で解説終わります。パワーポジション、ユニットターン、ロッキングポジション、コンタクト、フォロースルー、この5つの基礎を、レッスンでも試してみてください。ほな、さいなら。